どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はナノデスナインを投球していきます。信頼と実績のナノデスです。はい、何がですねナインなのか9なのかと言いますと、コアの重さが9ポンドになりました。はい、前回のナノデス8が8ポンドに対してさらに1ポンド重くなったコアで登場しました。はい、どんな曲がりをするのか早速1ゲーム投球しますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。ナノデス9です。はい、今回はですね八景ボールからお送りいたします。今日10月1日なんですけど、デイリーパターン変わりました。42フィートです。はい、どうでしょうか。ちょっと切れる感じではないですね。やっぱちょっと表面曇っていますので、ゆるく曲がってくるような感じなんですけど、しっかり曲がってます。はい、もう一度投球します。横須賀で投げた時はですね、桑田カップじゃないですね、ジャパンオープンのパターンで投球した時、45フィートあったのでそんなに曲がる印象を受けなかったんですけど、オイルの長さ、オイルの量でだいぶ変わります。いきます。ちょっと出たぞ。はい、惜しい。戻ってきたんですけど、ちょっと薄め、天秤巻きました。はい、9ポンドで、カバーストックもですねちょっと強くなりまして、8よりレベルが1上がりました。ですのでオイルキャッチもいいと思います。危ない。はい、さあ天秤飛ばしましょう。ちなみにですねデルタ RG 0.060 なので、フレアはすごい出てます。はい、走りながら緩く力強く、緩く力強くってちょっと難しい表現なんですけどっていう感じですかね。いきます。これはストライク。緩くないですね。普通に9番ピン残りました。はい、緩いと思っていたのに、そう見えるだけであって実際の動きはそうじゃなかったみたいです。はい、さあ天秤9番食らったので、はい、すごいですよねプレア、幅が広いです。9番を飛ばしましょう。半分さらに寄って、ちょっと出ちゃった。おお、すごいですね。あんまり横須賀で投げた時曲がる印象なかったんですけど、起き上がり方やっぱえぐいですね。すごい、オイルの長さ、オイルの量で全然変わるということですね。なんか転がりも戦車みたいに重たいし、重たいっていうんですかね。はい、なのですのピンアクションって感じ、すごいですね。めちゃめちゃピン飛んでます。弾きがいい。さあ5フレまでもう終了したんですね。もう一度ストライク。
ジャスト、あのフルスイングで倒したみたいな感じの当たりでしたね今。さあこれも押し込むって感じですかね。すごいです。なのでセイトちょっとやっぱ走って緩いっていう感じだったんですけど、なのでスナインは同じ感じなんですけど、やっぱカバーソフト強くなってデルタ RG も増えたことによってもうちょっとバックエンドが大きいのかなって気がします。動きがもう一度ご覧ください。信頼と実績のナノです。ストライクナノです。いいですね。しっかり天秤も叩いてますよ。なるほど。やっぱちょっと45フィートで軽く投げたんですけど、この42フィートの方が合ってる気がします。あまりやっぱオイル長いとスタートからは使いづらいのかなっていうような印象ですね。この八景のデイリーには最高じゃないですか。これも素晴らしい、はい、最近のボール3番ピンの倒れ方が最高だな。素晴らしいです、はい、決してこうパーンと切れてないんですけど安定して曲がってますよね、はい、ちょっとさっきより中から投げてるんですけど、はい、フレアもしっかり出ています。さあ9点いきます。いいな、柔らかい。ほい、あーちょっと出ちゃいましたね。はい、もう手前から出た分だけ弱かったです。残念。7点、最近出しすぎ。はい、さあ点フレはパンチアウトしましょう。なのです9のいいところがお見せできるようにいきます。手前から出ないようにやっぱり。15の上、あれじゃ出すぎか。ちょっと薄めの7ピンですよね。ピンをしっかり飛ばしきっていない。半ば、はい、OK。 最後はちゃんとストライクを決めたいと思います。いきます。16枚ぐらいだな。 OK。 さあご覧ください。なのです9、打ちミスでしたね。はい、ということで221点かな、1ゲーム投球しました。やっぱ投げるコンディションによって全然曲がり方がすごい変わるんだなっていうのが分かりました、はい、あんまり長くないオイルがですね、あまり長くないレーンで投げてあげた方が活躍できそうな気がします。はい、ということですね、まあ、基本的には RG も高いのでちょっと行ってくれるようなボール、ただ表面曇ってるので行き過ぎないっていう点もあるので、そういうちょうどいい
息感というんですかね、ボール探している方はぜひナノデスナインをチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。